き上げてきた4年間が全部なくなる、なんか勝負の話で、ほんまにストレスでした。カメラもすごくストレスが一番だったんじゃないかなと。はい、ザ・ピンク七浦隼人チャンネル、今回はリーダー4人と隼人さん、そして社長、副社長、このメンバーでなんと去年の振り返りをやっていきます。お願いします。はい、1年経ちまして。去年やってた。去年どう？一瞬やってる。去年ね、なんかすごい年やったから、あのコロナで店閉めて、そうですね。ね、リーダーたちはどうやったんかなと思って。一個はまあリーダーに就任したことと、二つ目は初めて去年、うん、やっと。あれもらいました。スーパーアタッシュもらいました。すごい。バースデーもそう1個もらえて、去年はもらえなかったんで、ちょっとだけ成長したかな。バースデーが、なんか思ってたより成功したのが、一番良かったなーっていうのと、バレてた。年間のトロフィーを3つもらえたのがめっちゃ嬉しかったです。あともう1個、え、それ、うん、あとシャフルアイランドです。そう、いや、ちょ、なんかそれはピークのことじゃないから、あれなんだで、そう、だからそういうちょっと違うこともできたのが嬉しいです。去年の2月バースデーだったんで、そのコロナで新店舗でやりたかったのが本店になっちゃって、それで結構もがいた、ずれまくった、ね、はい、去年それでやりきった感ありますけどね。なんか言ってます。やりきった感あれで、やりきりました。みんな、なんかいやでも今年前半やから、来月、いやでも来月バースデーなんですけど、そう、バーレスクとピンクのコラボのイベントでもうまとめるのがめっちゃ大変で、もうストレスやばかった。いや、なんかやっぱリーダーやから、なんて言うんだろう、他の子にこれやってあれやってって言うじゃないですか。でも、いやでもリーダーの人やってないって言われるのがなんか一番こう説得しにくいというか。でもほんまにストレスでした。ちなみに今回出るんじゃないですか。あ、今回は近いから。バーレスクイベントはあのショーメインなんで、ショーの練習することが結構多かったんですよ。なんか普段絡まないあの下の子のメンバーとかとあの集まったりして、なんかコミュニケーションが結構いっぱい取れたかなって思いました、イベント。はい、カウンターは衣装ですね、一番嬉しかった。ああいうなんかショーの衣装って着たことなかったんで、ね、早着替えとかも経験できて、結構かぶっちゃうんですけど、リーダー就任したことと、まあバースデーで初めて DJ させてもらった。よかったね、かっこよかった。ありがとうございます。SNS 頑張りました。でもめっちゃ頑張りました。めっちゃ人気出た。うん。なんか去年一番カノが目立った感じで、うん、そうですね。よくいい意味で。でもなんかショーが担当やなくて、僕が見せようになってから、あ、買い、俺だからしょっちゅう聞くカノってどうなんて、しょっちゅう聞いたそうですね。でもめっちゃまっすぐで、うん、そのちょっと頑固な部分あるけど、ちゃんと話せば理解できるわと。そうなんだ、ね、そっから俺も接したカードやってたのか。いや本当に去年1年でなんか仕事への取り組み方っていうか、やっぱまあ担当になってするぐらいに最近めっちゃ仕事が楽しくなってきましたっていうのを言ってて、まあ、そっからすごくやっぱり表情とか仕事の仕方とか変わっていって、まあ、見るし、ね、お客さんからの雰囲気とか仕事とかのレベルになっていったんで、まあ、去年もすごく成長した1年だったかなと思います。ありがとうございます。ピンク側に戻ってきたのがほんまに去年1年半ぐらいなので、それまでちょっとね、
左遷されてる。左遷されてるんですけど、まあ、バギーだったんで、まあ、またこっちに復帰させてもらって、去年も代表になってもらって、頑張ってもらったんで、まあ、本当に、まあ、大輔座長という人も、こう、必死で動いてというか、まあ、2人から学びながら、成長できたり長いなでしょ、ね、まとめると MVP 2年連続 MVP 高校で言うと、俺らこう4人で言うと去年は一番強かった社長が一番飛躍した年なんじゃないな。あまり僕はいろいろ悩んだ1年でした。ここで流すんだったんだよね。僕もセブンメインで入ってたんですけど、まあ、ピンク入り出して、まあ、結構あの芸能社長のクラブ結構詳しかったんで、まあ、そこでいっぱい学ばせてもらったっていうのはめちゃくちゃ大きかったですよ。あとはまあ、あの女の子苦手なんで僕なんとちゃんと絡むのが、ね、なかなかね苦手っていう。この前は分からないんだけどさ、ちょっとやばいなって、売り上げだけ上がってて、でこれ絶対俺コロナチャンスやと思ってて、閉めれるから逆に。で、コンビ店にもう一回集まってやろうかってなった時に、コンビ店が以上に売り上げ上がってて、あの状態で。で、コンビ店の方がめっちゃ利益って意味やんか。で、新店また上げる時に、コンビ店あのままやってたら、ずっと残るわけやから、あのままでやってる。で、どうするっていうミーティングしてたよ。出ましたね、懐かしい。なあ、これだってそれでもしこてたら全部失うやん。本店も失って、新店も失って、ピンク自体も今まで積み上げてきたその4年間が全部なくなる。どうするめっちゃ会議したよ。でも、振り切っていこうみたいな。俺でもそれが一番思い出たの。強烈な、なんか勝負の感じやな。めっちゃビビってたもんな。そうですね。なんかさ、あんま店行かんからわからなかったと思うけど、俺、なんて1日15回ぐらい全員にランチだったの。窓。へぇ。結構温度差あったかもしれないですけど、僕らは現場で運転してるから、まだそこまで悪くなかったんでね。で俺は数字でしか運転ないから、もう数字と現場の雰囲気とか、全然温度差ありました。ありましたね。店として、まあ、伸びた部分とかは、まあ、TikTok に今力入れて出てもらってると思うんだけど、ミユ出てるもん。たまにスケジュール合わすんだったらね、なんか4人とかで出るとかだったら、見てますとか言われたりしてる。めっちゃたまにあります。僕結構言われます。僕結構言われたことないの。インスタが一番。インスタまだ。あれじゃあるあるだし言われる。僕はあるある。俺多分中野と間違えられてるんです。まあ、年明けて、まあ、今年の目指すところとかっていうのはビジョンみたいな。僕ですか。はい。せっかく来ていただいてるんで。僕ですか。はい。僕は。東京、新宿で物件が決まりかけてる。で、今年に東京は1件出したいけど、でもなんかピンクが東京行くみたいな時に、100坪ぐらいの物件出しちゃうと、がっかりされるって言われてる。なんかピンクが東京来るんだから、すっごい箱でやるんだろうみたいな、なんかみんなイメージがあるらしくて、今年の目標、ここ目指すみたいな。目標は、ちょっとグイグイ行けってことなんで、ちょっと頑張るのと、え、言いますよね。まあ、細かく書くんですけど、大まかに言ったらグイグイ行け。自分のことを可愛いと思えるように自分を磨きすることです。可愛い思ってないです。可愛い、めっちゃ可愛い。思えなくすすぎて。やばい、ちょっと待って。メロちゃう。自信持てるように、ちょっと外見も磨きたい。ちゃんとした人になる。去年とかは、自分のペースで淡々と頑張ってて、なんかいつも、その順位とかも、
2位から5位安定みたいな感じだったんで、今年はちょっとできることを増やして、あのランキングとかを頑張って取りに行きたいです。頑張ってんのになみたいな、それがなんか届いてないのかなみたいな、なんかそれが多分自分の中でできることしかしてなかったから、なんか私の飛躍みたいなのが伝わってなかったのかなって、それを今年はアピールできたらいいなです。東京でお仕事もらえるように。有名なるイコールブランディングだから、でブランディングイコール、簡単に楽してお金儲けできるわけやんか、うん、でも簡単に楽してお金儲けできる半分、SNS を頑張らなかったんで、だからその俺がずっとこいつらによく言うんだけど、出勤してからは本番じゃなくて、出勤する前が本番だと働かないと、その時は楽して遊んで楽しく飲んでたりするんだけど、だから出勤する前にいかに準備を頑張って、だからそれで言うと、彼女とかも最近ちょっと楽してチェックもらえたりとかすると思うんですけど、それって、SNS のバズってきたりとか、だからそういうので、その営業以外の時間帯にそう努力できてるかな、そういうのが光ってるわけだから、これ見えてんのこれまあでもそこはだから全員言えるのは、今年は、もっと自分が有名になるための努力をしたらいいんじゃないでしょうかと私は思います。最後だ。出勤してるんですよね。ですよね。じゃあ終わっちゃっていいですか。以上、リーダー4人とハエルさん、そして社長副社長、来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。どこでしょ、別に副社長、社長、副社長、はいはい、そこは社長、副社長、そうです。思った 1.5 倍超えるのがちょっと待って、ほぼなしということで、ほぼなしピンクで、ピークとしてってプライベートで語りますプライベートもプライベート喋りたい。他のイメージ正直あんま良くなかったな。こういうとマスターとマスターやってた。ポリスマスター、ポリスマやってた。なんかめっちゃ懐かしいわ。あれ今年去年こいつ以外多分3人全滅じゃん。大嫌い。いや なんか暑い場所、なんかキラキラできる場所っていうのをなんか作っていきたいなと思います。